離れてはるなって思ってて。何してんの？歯を見てる。歯？歯。何？虫歯？違う、前歯。うん、前歯見てんの？素の感想を聞きたいんだけど、たきちゃんの、うん、ちょっと俺の前歯どう思う？いいして。いや、その近づかない。え、なん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 、歯そんな見せてるんだ。え、え、そんな近づかない、そのわかんじゃん、その距離でさ。まあ開いてるね。開いてるやっぱ。うん、スキッパじゃないけど、あの後半が開いてるよね。こう開いてるやな。うん。あのスキッパをね、あの気にしてはなかったんですよ別に。うん。昔気にしてたの。ほう。あのそれこそ中学生ぐらいまでか。あ、思春期。思春期ぐらいの時はまあスキッパ気にしてて、うん、スキッパのせいでちょっと丸けずらなの。多分なんか、ね、そう思ってんの。いや、なんか丸けずらだと思ってる俺は。ああ、まあまあ愛嬌あるけどな。そうかな、うん、いい意味で言えば。もしかしたら愛嬌があるって言ってもらえる回数が多いのも、うん、このスキッパのおかげかもしれない。ああ、雰囲気が、はい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 、うん、だけどまあ気にしてた時期があって、うん、ただ最近もうね、高校生ぐらいになるともう気にしなくなったの。え、なんで？いや別になんかもう特に、まあそもそも別にスキッパ関係なく高校ぐらいまで持ってなかったっす。あ、あ、もう別になんか歯と関係ねえかなみたいな。あー、一周回ってそうなったんや。一周回って、でも高校になってからコンタクトにしたし、うん、うん、うん、そうそう、それだけでもだいぶ変化があったから、メガネからコンタクトに変えただけで。あ、ちょっと高校デビューしたんや。ちょっと若干のね、うん、うん、まあ、これ正確には高3デビュー。え、遅いな。高3ぐらいでメガネからコンタクトに変えたから、みんな特にあのデビュー感がないっていうか、メガネの印象が強いから。え、それなんかきっかけがあったん？いや、特に特に。なんかコンタクトいいよって言われて、うん、あ、コンタクトっていいんだってちょっと怖かったけど、つけてみたら、うん、あ、すごいいいなみたいな、メガネがないだけでこんな楽なんだって、うん、別になんかモテたいからコンタクトにしたとかじゃない。おー、まあひどいもんね、リア君のメガネ姿。俺のメガネ姿はひどいんだけど、まあそんな話じゃないんだけど。ガチで動画にできないって言ってたもんね。絶対街で顔ささないよこれって。動画ね、きついから。動画きついから目ちっちゃくなっちゃって、うん、やばいですちょっと見た目が、うん、が私はね、もうずっと笑える。ずっと笑ってひどいよな。顔見てずっと笑う。普通のこと言ってもめっちゃ面白いね。まあ、気にしてないんだけど、そこに関しては、うん、うん、っていうのがあって、歯はずっと気にしないまま生きてたんだけど、うん、最近ね、動画のコメントで、うん、どの子動画だったかなあったんですよ。歯科衛生士の友達が、うん、なんか龍内さんの前歯が開いてきてる感じがしますって言ってましたみたいな。うんうんうん、うん、そういうコメントがあった。見た見た。で、俺それ見てちょっとえって思って、うん、怖くなっちゃって。確かに。え、なんか開いたら悪いことあんのみたいな。てか、そう開くもんなん？そう、なんか開くらしいんだよ。徐々に？てか、ね、歯って伸びるんだよ。え、そうなの？知ってた？知らん。あの、例えばね、虫歯ができたとするじゃん。うん、で、あの下の歯が虫歯でめっちゃ削れたとしましょう、うん、で下の歯1個なくなりました、うん、そうすると歯っていうのは噛み合わせを良くしたいから、うん、勝手に成長するの。そこだけ、その歯だけ伸びるの。グーンって、上の歯が、へー、下の歯を補完しようとする。要は埋まってないところ。上が伸びるんや。で、そうそう、上が伸びて噛み合わせが悪くなってる。へー。だから虫歯とか 歯が削れたり折れたりしたらすぐ病院行った方がいいんだけど、うんうん、そういう理由の。だから前歯も多分伸びてるのかな。伸びてるのと離れるのとちょっと違う。まあ、こう伸びて離れるんじゃない、徐々か。あのね、あー、じゃあ伸び続けたらもうすっごい離れるんや。なんか分かんないけどさ、ただなんか離れてきてるって書いてあって、まあ、怖くなっちゃって。いや、私毎日見てるからかな。気づかんかったわ。いや、俺も気づかないよ。いやいやいや、えー、でもそうって思ったんだけど、うん、まあそんなこと言われたら不安になるから調べるじゃん。うん、調べたら前歯矯正にたどり着いて、はあ、で俺前歯矯正しようかなと思って。お、ついに。あのね、なんか歯の矯正に対してあんまり知識がなかったんだけど、うん、うん、まあ、俺めんどくさがりだ。
極度のめんどくさがり、さきちゃん知ってんじゃん。まあ歯医者嫌いやしな。歯医者嫌い、もうとにかく自分の好きなことだけしたいみたいな性格だから、うん、歯医者とかマジで嫌いなの、うん、なかなか行かないの、シムって虫歯になってもなかなか行かないんだけど、まあ今回はね、前は行ったんだけど、うん、ただ、なんかね、歯の矯正ってめっちゃ時間かかると思ってたんだよ、ね、俺もう2、3年ぐらいかかると思ってたの、イメージ的にね、うん、ずっとあの器具つけるみたいな、痛くてね、そうそう痛くてみたいな、いや俺めんどくさがりだし、メンテとかも大変だしきついって思ってたんだけど、うん、なんか前歯の部分矯正ってのがあるらしくて、うんうんうん、前歯そこだけみたいな、うん、でそれが期間がね、なんか3ヶ月ぐらいできるらしいんだよ、あ短っ、そうそう、でしかも普通の矯正よりもだいぶ安くできる、ね、部分だから、あーそっかそっか、うん、あやろうかな、いや、やりやりやってほしいと思ってましたよやろうかなっていうか、やってほしいと思ってた、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 うん、私はリア君の顔好きやねんかね、照れて、照れてベシシって照れて、違う違う、ほんまにほんまにあのタイプと言われたらタイプなの、はい、目が細くて垂れ目でね、はい、鼻筋が通っててでも歯はあの、まあ、離れてはるなって思ってて、じゃあね、私な、あのリアくんほどではないけど同じ感じやねんか、もともと、まあ、あの前歯でかいよね、前歯でかくて、うん、ほんで前歯の先端が離れてんねん、もともと、あ、そうなの、でも私の離れてる範囲がまあまあ狭いから、あのね、保険が効くなんかプラスチックかなんかで埋められてん、埋めてるんですよ、それ、そこ3000円ぐらいでできたやつやねん、だからこれがたまに取れんねん、ポリって、うん、そしたらあの結構間空いてる、へえ、あれ知らなかったけどな、そんなの、そう言わんかった言わんかったけど気になってたの俺の話、うん、だからあの同じ感じでできへんかなと思って、私もリア君の歯について調べた夜があったんやけどでも結構あの離れてるから、そこまで離れるとまあ矯正になるんかなっていう、コロナでさ、うん、人に会わないじゃないですか、うんうん、で俺矯正器具嫌だなって思ったのはやっぱりこう人に見られるからさ、ちょっと嫌じゃん、あ、矯正する人もいっぱいね、この動画見てる人もいると思うんだけど、うん、まあ結構いろんなタイプのがあると思うんだけど、やっぱり嫌じゃないか、うんうん、つけるのはさ、うん、っていうのがあって、それも悩んでたんだけど、ただコロナで、まあ、そもそも人に会わないし、うん、もうここ半年会ってないし、だからあと3ヶ月は多分そんな多分収束しないだろうし、おそらくね、うんうん、だから会わない時期が続くから、これ人に会わないうちにもうやっちゃおうかなでもさ、毎日顔動画で出してるけどそれはいいのいやもうそれはしょうがないよね、もうどっちみち別になんか恥ずかしさとかないんだけどさ、うん、まあまあいい機会だなと、そうそう、いい機会だし、いや、なんかな、動画的にもやった方がいいなって思うんやけど、うん、例えばケジャーの動画とかでもさ、うちら食べるとき結構アップで食べるやんか、そうそうそう、そしたらやっぱね、歯並びってね大事やと思う、そう、なんかさ、歯並びがさ、まあ俺もそう言われてたからわかんないけどさ、うん、歯並びが悪い、特にまあ前歯とかスキッパだとなんか食べるってるのが汚く見えるっていう、うん、そう、で俺、あのヒゲ面じゃん、うん、ヒゲ面でスキッパだとなんかネズミ男みたいないや本当に言われたことあるのよ、これは、いや、コメントで結構見るよでもそういう悩んでる人絶対多いと思うんですよ、これ。ヒゲとさ、歯どっちが気にしてる？いや、両方だよ同じぐらい気にしてる、なんなら俺は前歯矯正しつつヒゲの脱毛にも行きたいぐらい、あ、やろうか、そこやりたいなと思うぐらい、ちょっとリオや大改造計画する、大改造したい、だからもうそこに貯金ぶっ込むぐらいの、本当に、いや、お小遣いから、お小遣い今後のお小遣いを聞いて、ちょっと営業してきたら、あの動画にするんでちょっと割引してもらっていいですかねいいですかねあの僕は案件王って言われてあの巷では視聴者のコメントから結構案件を持って言われてるんですよ、噛まないんです案件は、案件の時だけ異様に噛まなくて丁寧にあの話せるんですよつってどうですかねアピールポイントのレベル低い本当に自然にあの褒めることができるんでまあね、そういうのもしあったらね、ちょっとね、あのメールとかね、概要欄にリンクあるんで入れあの欲しいんですけど、関係者の方、関係者の方、あの送ってほしいんですけど、うん、いや、大改造しましょう。
あのヒゲもね、お嫁さんとしては気になってました。気になってましたか。はい、あのヒゲと前歯を変えたら結構印象変わると思うんだよね、うん、うんうん、ちょっと隠してみて。前歯全部全部、あ、全部じゃない、おい傷つけようとしてる傷つけようとしてんだろ、おい全部隠して、全部隠して、あ、いいいいいい、イケメンイケメン、あ、好き好き素敵、はい、そうそう、まあ、ヒゲがさ、やっぱこう、ほら、どうですか。あ、いや、だいぶイケメンやで。そうですか。色白やから、ヒゲが目立つやんか。それもなくなったら、うん、ちょっと開けてみて。それわざと真似削らしてる。いやでも本当にね、過去ね、まあこの7年間ぐらいいろんなコメント書かれてきましたよ、うん、はいはい、あの YouTube で動画出してるから、うん、ヒゲ濃い、ヒゲ剃れ、前歯、前歯、スキッパ、うん、ええ、うん、ネズミ男みたいな、うん、臭そうみたいな、もうありとあらゆるコメント、もう臭そうはさ関係ないやん、もうただ嫌いな人やん。まあそういうのありましたけど、でも基本なんかあんじゃん、外見でアンチコメントしてくる人たち、いるいる、最低だなと思うんですけど、うんうん、そのヒゲと前歯のこと言われるんですよ。あ、それ以外むしろ言われないんですよ。あ、なるほど。目とか鼻とかそこら辺から、うんうん、だからもうそこしか言うことがないのかな、むしろ。おお、だからそこさえ直せばこれはもう完璧なる。確かに、いや私は直したらもう相当イケメンやと思ってる、本当に。直そうかな。私のに来るアンチコメントなんてもうババアやから内緒がないよ。あんた直せるんだからいいや。あ、そうね、あ、そうね、私バ BBA のババアや。ひどいな、もう本当に。それもまあコメントする人が 100% 悪いと思うんですけど、まあ、ただコメント関係なく、まあ、自分でもコンプレックスって思ってるから、うん、直そうかな。どう思いますかね、どう思いますかって、その、あのコメントで欲しいんだよね、あの実際にその前歯矯正をした人とか、あ、してよかったのかとか。いや意外と結構いると思う。なんかね、調べたところによるとデメリットもあるらしいのよ、うん、やっぱその前歯の形を変えるから矯正って、まあ、矯正してる期間は虫歯の治療とかがちょっとしづらくなるよとか、うんうんうん、あとはまあ違うところに汚れが溜まってくるとかね、歯の形が変わるとやっぱり要は噛み方っていうかなっていうものが詰まる場所も変わってくるし、うん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 、とかなんかいろいろあるらしいんだけど、ぜひなんかちょっとそういう前歯、特に前歯の矯正とかした人の意見を聞きたいですね。うん、確かにね。まあヒゲもそうなんだけど。いや本当にあなた性格もいいやんか。だから本当ヒゲと歯やな。うん。まあ最近引っ越しとかだったり、まあ、トニーのヘルメットだったりでしょ、出費多いものも、うん、まあできる機会といったら今なのかなと思うんで。とりあえずさ、まあこれでコメントでいろいろ教えてもらいつつ。病院行っていくらかかるかってリアルにちょっとイメージしてみたら、そうね、うん、そっからまた考えたらいいんちゃう。そうだね、うん、もしやるってなったらまたちょっと言おうかな、前歯矯正始めましたみたいな、うん、動画出しますよ、うん、実際にその前歯矯正をさ悩んでる人とかのちょっと力になれたらいいな、うんうん、僕がもう体験してプレゼンしたいね、ちょっとそこまでさ珍しいやつじゃないと思う。前歯矯正って結構みんなやってるで。ちょっとください、コメント、はい、あのぜひ経験者の方だったりとか、うん、あとまあ実際に俺やった方がいいっていう、い絶対理由なしでやった方がいいですよみたいなコメントがね、うん、あったらちょっとなんかこうなんつうの勇気が出るというかさ、後押しになる、後押しになる気がする、うんうん、ちょっとまあそういうあの意見をください。実際に自分的にはやりたいのね、やりたさはあるけど、うん、実際どう思いますかって、俺の歯、うんうん、ちょっと変えた方がいいですよって実は思ってましたみたいな、いるかもしれないじゃん、うん、コメントしてなかったですけど、うん、リオネルさんの歯ちょっと開いてなってずっと思ってましたとかさ、わかんないよ。あ、確かにトニーの頭もなんか気使ってコメントしなかったけど、ちょっと歪んでるなと思ってましたっていうやつあったもんね。あるじゃん、だからちょっとコメント欲しいですね。でもさ、歯をさみんなに見せへんわけにもいかんで、それやったら何がちょっと歯を、僕の歯どうですかって歯を、え、恥ずかしがらん。あ、違う違う違う、いや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 、いや、歯何そのポーズ。あ、ひげ、ひげを隠してんの。歯ね、あ、オッケーオッケーオッケー、あ、開いてる開いてる、汚くない、汚くない、汚くない、
ちょっとね、でも悩みが多いっすわ。血便だったり歯だったり悩みがつきない。最近なんか体の悩みめっちゃくちゃ多いんだよ。なんだろこれ、思春期俺。なんで思春期。ちょっと真剣に考えてます、本当に、うん、笑ってますけど真剣に考えてます。はい、まあ、結構長い間の悩みやったもんね。ねえ、悩み。星屑さらういつでも